本日はライジンバンタム級王者でありながら現在はベラトールを主戦場として戦う堀口恭司選手が田中大輝のアスリートチャンネルに出演し、その中でアスカラミクル選手に対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。堀口恭司選手はインタビュアーである田中大輝氏からの朝倉兄弟はどう見ていますかとの質問に対し、すごい強いんじゃないですか、やっぱ負けてないじゃないですか、カイ君はちょっと負けたり拳の怪我をしたりしていますけど、まあ強いと思いますよ、ずっと勝っているわけですからと語り、朝倉海選手、朝倉未来選手の実力を認めるコメントを残しております。さらに堀口恭司選手は田中大輝氏からの YouTube を使って自分のメディアを作り上げているあのやり方はどう思いますかとの質問に対し、やり方がうまいですよね、今の子って感じで、自分は考えが古いんでそれ一つだけみたいな、ミクル君とかはいろいろな手段を使ってどう運営するか、自分のプロモーションがうまいじゃないですか、自分は自分のプロモーションはすごい下手だけど格闘技一本だけをやってるみたいなと語り、さらにインタビュアーからのある種対局にいる感じですかとの質問に対して、まあそうですねと返答しております。さらに堀口恭司選手は朝倉海選手、ミクル選手の YouTube 活動、メディア活動について、お金とかいろいろなことを考えているとあのやり方が一番効率がいいというか、でも自分はそういうのができないので、まあ大体の人があれができないと思いますけどねと語り、朝倉海選手、ミクル選手の自己プロモーションに対して評価するコメントを残しております。注目の集まる堀口恭司選手の次戦はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。